皆さんこんにちは。これまで私は何度か日本の飲み会のめんどくさいルールについて動画でシェアしたことがありますが、その中には乾杯はビールなどお酒を飲むことが前提になっているものがありました。そこで多くの方からお酒に弱い、もしくは全く飲めない人はどうしたらいいの？という質問をいただきましたので、今回はそれに回答していきたいと思います。まず前提としてなんですが、本当に体質で一滴もアルコールを飲むことができないのであれば、事前にそれを伝えることで基本的に問題ないでしょう。物理的に飲めないと伝えてもまだ強要してくる会社があれば、私はそんな会社を辞めて転職した方が良いと思います。ではほとんど飲めない、お酒が嫌いで飲みたくない、こんな人はどうしたら良いでしょう。飲めるのに飲まないとなると、集団を重んじる日本社会では付き合いの悪い人というレッテルを貼られ、不利な状況になってしまうかもしれません。そこで今回は飲み会でお酒を飲みたくない時の戦略についてご紹介していきます。うまく嫌われずにお酒を回避できるようになりましょう。まずは飲み会が始まる前にしておくべき行動についてご紹介します。一つ目は薬を飲んでいると伝えるです。ただお酒はあまり飲めませんというと、あまり良い印象を持たれないと思いますし、明日は朝が早いのでと翌日のスケジュールを言い訳にしようとしても、それより早い人がいた場合や終了時間を早められた場合はもう反論ができません。しかし薬という言葉を聞くと、何かお酒を飲ませたら本当にまずいことになってしまいそうな印象がありますよね。ですから薬という一般人では対応できないものを口実にすることは、お酒を飲む量を減らすことにとても効果的だと思います。次にやっておくべきことは、当日の幹事に立候補することです。みんなのお酒や食べ物を注文したり会計を行ったり、幹事というのはその飲み会で最も重要な役割を担う存在です。幹事を担当すると忙しくしていることが多いので、周りの人もお酒を飲ませようとしづらくなります。そしてもし強要されても、幹事として潰れることはできないので控えめに行きますと言ってしまえば良いのです。さらに幹事の場合は自分が店員に注文を行う立場なので、こっそりとソフトドリンクを注文することだってできます。幹事を行うのは一見すると面倒くさいと思うかもしれませんが、お酒を飲むことを回避するには有効な手段の一つだと思います。次にやるべきことは、お酒が飲めない人の隣に座ることです。それぞれの人がお酒をどのぐらい飲んでいるか細かく把握している人なんていません。だからこそ周りと比較してどうかが重要になってきます。もし皆さんがお酒が大好きな人の隣に座ったら、相対的に皆さんは悪く見えてしまう可能性が高まってしまいます。ですから皆さんはお酒嫌いの人の席の隣を絶対に死守するようにしましょう。居酒屋に入る前からその人の近くを歩いて、居酒屋に入ったらその人の後ろについて、席に着く際には何事もなかったかのように隣の席をゲットするのです。ここからは飲み会中にやるべきことを紹介していきましょう。まず一つ目は、乾杯はビールを頼んでそれをほとんど飲まないです。以前の動画でもご紹介しましたが、日本人には乾杯はビールというイメージがあり、ほとんどの人がビールを頼むのが現状です。なのでまずは1杯目はビールが嫌いでもビールを頼んでおく方が良いです。もし初めにビールを頼まないと、出だしでいきなりこいつは付き合いが悪いというマイナスな評価を食らってしまうかもしれません。逆に言うと、初めにビールを頼んでおけば第一関門はクリアなわけで、飲み会中に目をつけられる確率を下げることができます。でもビールは苦いし嫌いだから飲みたくない、頼んでしまったけどどうしよう、心配いりません。その1杯目のビールをほとんど飲まず、ずっと放置しておけば良いのです。飲み会が進んでいくと、誰が何杯目の酒を飲んでいるかなんてわからなくなってきますから。次にご紹介するのは、トイレに頻繁に行くことです。飲み会においてトイレに行く行為は、単純な排泄以外にもう一つの意味を持ちます。それがお酒で気持ち悪くなって口から戻すリスクがあるということです。
普通の頻度でトイレに行っているだけでは何も起きませんが、少し普通の頻度より多めにトイレに行くと、周りの人にこの人もしかして吐きそうなんじゃないと思わせることができます。そうするとお酒で潰れた人のケアをするのは面倒なので、お酒を強要される確率を大幅に減らすことができます。そんなにトイレに行きたくなくても気分転換も兼ねて、いつもより多めにトイレに行ってみましょう。知らず知らずのうちに皆さんにお酒を飲ますのは危険だという認識が周囲に広まっているはずです。次にご紹介するのは、一気飲みしづらいお酒を注文することです。ビールやカクテルのようなアルコール度数が低めで一気に飲めてしまうお酒では、酔った勢いで周りの人にお酒を勧められてしまいかねません。しかしアルコール度数の高いお酒を注文しておけば、そういった場面を嫌われることなく乗り切ることができます。例えば焼酎や日本酒などちょっとずつ飲むことが一般的なお酒を頼んでおくと、お酒を強要された際にも、これはさすがに一気に飲めないですよと十分に合理的な根拠を持って断ることができます。お酒が苦手な人にとってアルコールの強いお酒を頼むことは矛盾しているように感じるかもしれないですが、実は自分がお酒を飲む量を減らすことにつながるかもしれないのです。今までご紹介してきたことを実行してお酒を回避してきたけど、ついにどんな言い訳も通用しない状況に陥ってしまった。もうこの状況では飲むしか嫌われない方法はない。どれだけ頑張って対策をしても断りきれない場面に出くわす可能性もゼロではないでしょう。そういった場合の最終手段は、面白いことを言って断るです。自分がアルコールを飲めないことを面白く言うことで笑いを生み、うまくその場を乗り切る方法です。薬を飲んでいるとか明日予定があるなどの真っ当な理由ではなく、くだらないことを言ってネタにしてしまうのです。ここでいくつか具体例を紹介しましょう。わかりました。じゃあウーロン茶をロックで。私ウーロン茶でしか酔えないんです。もうあなたに酔ってるので大丈夫です。今回は飲み会でお酒を飲みたくない時の戦略についてお話ししてきました。今回ご紹介した内容が万能ということはなく、どうしても拒否できないような状況もあるかもしれませんが、嫌われることなくお酒を強要される確率を減らし、飲み会を無難に乗り切ることができる可能性は高まるでしょう。皆さんは何かお酒を回避する良い方法を知っていますか？コメント欄で教えてください。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。